UFC に参戦した時の話。あれは結局、まあ、グレートムタ戦出場拒否して、まあでも当時はね、逃げたとかね、そういうこと言ってくる人もいれば、よくやったっていう人もいたり、だけどまあそれであっちに上がれば逃げたと思う人はいないんじゃないかっていうんで、ちょうど時期が重なってたもんですから、グレートムタ戦を出場拒否してすぐそっちの方にね、あのニュージャパンの方出たっていうのは、まあその一つの流れですよね。はい、あっちの方が危険だろうということで。でもスーバーンの力はもう本当に破格でしたね。すごかったです、あれは。はい、ちなみにあのギャランティーはいくらもらいました？ UFC の UFC は100万です。100万。はい、K-1 ジャパングランプリに参戦した時の話。いや、まあちょっと浅はかだったと思いますね。でもまあ好奇心強かったので、でもやってよかったと思いますね。 K-1 の、まあ言いませんけど、 K-1も全部見れる、どういうものかって見れましたからね、いろんな意味でし、いや面白かったですよ。試合前のドーピング検査から、そのドクターチェックから、やっぱすごく面白かったですよ。まああえて今はね、昔は何でもね喋ってたことしてる、今はもうあれですけどね、ちょっとその辺はね、あれ普通にしとかなきゃいけないなと思いますけど、あ、いや面白かったですよ。あの K-1 の舞台裏全部見れたんで。どういった流れでオファー来たんですか、 K-1 側から？あれね、バトラーズのレフ人たちから来たんです。バトラーズっていうか、まあ、レフリーやってましたね、あの K-1 で。島田さん、そうで、どうですかって言われて、一回断ったんですけど、あ、なんか面白いかなと思って。U ジャパンの時の流れでちょっと図に乗ったっていうのもあったんですけど、U ジャパンの時にレスラーがボコボコ負けていく中で、まあ人それぞれ評価ってあったと思うんですけど、まあ出て得したのは松田君ぐらいだねって、週プロの、あのちょうど週刊プロレスの担当の人が、上の方の人がね、そう言ったらしいんですよ。出て得したのは、まあオクタゴンに入して、どういう観点かわからないですけど、まあオクタゴンの中に入してスバッと持ってったとか、はい、まあその時の会場の盛り上がり方とかいろいろあったんでしょうけど、これ出て得したのは松田君ぐらいだねなんて言ってたっていう話を聞いて、 K-1 もいけるかなと思ったんですけどね。いや、もうでも正直言って、もうそうですね、 K-1 ボロボロでしたね、体は。 K-1 の急にああいう練習したんだ。2週間ですよ、ね、2週間ですよ、ね、2週間、はい、2週間ですよ。そうか、2週間練習して、もうぶっつけ本番じゃないですけど、もうですね。だけどもう何やっていいか分からないから、ボクシング経験者の人にあれして、ひたすらパンチングミットとかやってるだけですよね。逆に2週間そんな練習して、あれすごいですね、ボクシングの練習ってあれやると本当一気に 4,5 キロ落ちたりするんですよね、練習。逆にあんなことやってしまって、もう当日ボロボロになってて、まあだからって負けてるわけじゃないですけど、出ちゃダメだって心配に言われたの、まあそれも裏話ですけど、いや、でもプロレスラーなんですね、そこで。興行に穴開けちゃダメだって言ってた、これ見に来てるからっていう、今日のお客様だって。これ、で、まあ、負けてるわけじゃないですよ。草津君には勝てません。勝てません。2週間、そんなんじゃ勝てませんね。はい。